NRI ボイス、こんにちは、サッシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのはシステムコンサルティング事業本部シニアプリンシパルの久保田陽子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久保田さんは NRI に入社以来25年以上にわたりコンサルタントとして金融機関、小売業、飲食業、製造業、フランチャイズビジネスなどさまざまな業界の業務改革、マーケティング戦略、新規事業立ち上げなどを支援していらっしゃいます。このシリーズでは保険×デジタルをテーマにお話を伺っていますが、2回目となる今回はどういったお話でしょうか。はい、損害保険会社の課題についてです。さて、前回は久保田さんにですね、損害保険分野におけるデジタル化の現状、具体例、これから今後予測されるデジタル化の流れについての、大まかなお話を伺いましたけれども、今回はどういったお話なんでしょうか。損害保険分野のデジタル化における課題と、それを解決する糸口となると考えられる顧客志向への転換についてお話しします。はい、損害保険分野のデジタル化における課題、具体的にはどういったものがあるんでしょう。はい、大きく3つあるというふうに考えています。はい、1つ目がチャネルですね。でチャネルについては、日本というのは海外と比較してもまだまだダイレクト損保の比率が低いというところがあります。はい、逆に言うと主要な販売チャネルというのが代理店という人間が売っているというところですね。はい、でそこの問題が1つ目にあるというところです。はい、2つ目は何でしょう。はい、2つ目は顧客管理方法です。で保険会社というのは契約データというのは持ってるんですけども、実はその顧客そのものについて十分理解できているかというと、なかなかイエスとは言い難い状況かなと思ってまして、そこも問題だと思っています。そうなんですね。はい、3つ目は組織文化です。はい、はい、損害保険会社というのは縦割りの構造が長く続いていましたので、その縦割りがゆえにその横串のコミュニケーションというのがなかなか苦手な業態なんですね。そこが問題になってくるというふうに考えています。はい、では3つの課題について1つずついきたいと思いますが、1つはチャネルでしたね。はい、ダイレクト損保の比率が低めという話でしたが、どういうことでしょう。はい、チャネルと言ってるのはここでは特に販売チャネルのことをご紹介したいと思うんですが、はい、保険の販売チャネルは今まさにおっしゃられた通り、直接売るダイレクト販売と代理店販売というふうに分けられます。はい、でダイレクト販売というのはもともとデジタル化ありきでスタートしているので問題ないんですけども、はい、従来型の対面販売を中心としている代理店販売というのはデジタル化というのは非常に遅れているというところで、ここの差が大きくなってきています。あ、近所に家のところの、ね、玄関に看板が立ってて、はい、そうですね、看板があってっていう、よくね、うちのおじいちゃんとかもやってましたけど、ご近所の方の、はい、取りまとめをやってたりしますよね。そうですね、あれですか。はい、まさにそうですね。はは、日本で初めてダイレクト自動車保険っていうのが販売されたのって1997年なんですね。結構最近なことなんですね。そうですね、20年ぐらい前っていうことになるんですけども、当時はやっぱりそのイギリスで、はい、先行していて5割ぐらい確かダイレクトって進んでるんですね。保険会社と直接入るの、はいはい、っていうのが5割ぐらいあったんですけども、日本の代理店もその日本においてダイレクト販売が始まるということでどうなるんだろうということで結構戦々恐々とされていたっていうのが当時なんですけども、なりわいにしてますからね。はい、はい、なんですが現状どうなのかって見てみると、金額ベースで見ても件数ベースで見てもまだまだ代理店販売の方が強いんですね。はい、確か件数ベースで2019年の調査で17%ぐらいしかダイレクト損保はないぐらい低いです。はい、このインターネット時代に。はい、そうなんですよ。これやっぱり地方の方がより比率が、そうですね、低くなってますね。はい、おっしゃる通りですね。都市部ではダイレクトはまだ進んでるんですけども、地方は本当に遅れてるっていう状況になっています。それも含めいわゆる対面販売が強い理由っていうのはなぜなんですか。はい、これいろいろ考えられると思うんですけども、まず一つ顧客の目線で言うと、あまり積極的というよりは消極的な理由が多いかなというふうに考えています。消極的理由ですか。はい、例えばですね、自動車を初めて買われる方っていうのは、はい、ディーラーで車買うことが多いと思うんですけども、ね、はい、ディーラーで車買うと
車買うことでもう嬉しくて舞い上がってるので、うん、保険のことなんて考えてもいないですよねと。はい、ドキ、はい、でディーラーの方に保険どうされますかって聞かれて、はい、いや考えてない、じゃあうちで入りますか、うん、みたいな、はい、でも面倒くさいので、はい、あお任せしますみたいな入り方をするっていう入り方をしている方が非常に、はいはい、私のことです、はいはい、多いです、はい、あと一度代理店で加入してしまうと、うん、あの次の更新のタイミングで代理店の方から、はい、今まで通りでいいですか言われます、はい、今まで通りでお願いしますっていうだけで継続ができるの で、 そうです、ね、わざわざ自分で切り替えるなんてことをしないんですよね、ハンコ一個して終わりですよね、はいはい、っていうところでやっぱり切り替えはあの進まないというところがありますと。本当は切り替えれば安くなったりもっといい保険がプランがあるかもしれないのにってことですよね、はい、はあのダイレクト損保ってやっぱり値段が安いので、はい、あの保険料が安いっていうのはすごく魅力なんですけども、はい、その魅力があっても面倒くさいっていう方が勝ってしまって、うん、はい、っていうところと、あとやっぱりあのダイレクトで自分でやろうとすると、うん、ネットでいろんな情報を自分で入力しなきゃいけなかったりとか、はい、保証内容を自分で考えて決めなきゃいけないっていうところがあるので、そうですね、はい、そこのこうリテラシー的な不安感みたいなのもあって、はいはいはい、専門の代理店さんにお任せしておいた方が安心だっていうので、なんかこう面倒だしとか考えてなかったしとかそういう感じでこう消極的なっていうふうにあの申し上げたんですけども。なるほど、はい、確かにディーラーさんが選んでくれたやつはちょうどいいプランを選んでんじゃないかって思うことが一つと、はい、ディーラーさんを通して保険に入らない と、ひょっとしたら何かがあった時にディーラーさんが一生懸命動いてくれないんじゃないかっていう不安感もある、うん、そうですね、はい、営業の担当者との人間関係を重視したがためにっていう感覚は僕はある。はい、すごいウェットな感じの、ところなんですけども、はいはい、あともう一つあの代理店さんの方の視点で言うと、あの特に地方の代理店、先ほどおっしゃってましたけども、はい、地方の代理店はあの地域に密着しているっていうところがあるので、はい、あのご近所の家族構成とか世帯の状況どうなってるかってもう把握しているっていう強みがあるんですね。ああ、そうですよね。そうするとあの親世代が自動車保険にその代理店さんで入っていれば、はい、あそこの家庭はお子さんがそろそろ自動車乗る頃だなっていうのも把握しているので、はいはい、そのままお子さんの保険も、はい、あの取ってしまうっていうことができるんですね。一緒につけましょうかとか、はい、そうですね、あの家族プランに切り替えますかとかってできますもんね。おっしゃる通りですね、はい、なのでそれすごく強みだと思うんですけども、逆に全く危機感が生まれないっていう怖さもある、うん、まあ、一社独占みたいな状況ですもんね、はい、そうですね、っていうところがあります。あの先ほど顧客の視点の方で切り替えるのが面倒っていうふうにお話ししたんですけども、はい、切り替えるのが面倒だから代理店で入り続けてるっていうことは、うん、すなわち9割ぐらいの方はそのまんま面倒だから継続しているんですね。はい、ってことはあの代理店さんは残りの1割分だけを新規で獲得すれば、はいはい、前年と同じ収入だっていうビジネスモデルなんですよ、はい、なので全然ガツガツもしてないので、はい、本当に危機感がないっていう業界ですと、うん、その危機感のなさがデジタル化の遅れにもつながっているんじゃないかなっていうふうに考えています。いやでもそれあの裏返すと、例えばあの地方に住んでいて、まあ、割とこう近所皆さんがお互いを知ってるタイミングで、はい、とある A さんの家庭で A 社のプランと契約してて、こう B さんが B 社っていうのを持ってるとしても、この A さんとの関係を悪くしたくないから B さんに移れないっていうのもありますよね。そうですね、人間関係が。あ、おっしゃる通りですね、代理店で契約している方があの切り替えない理由 の、 あの何番目かにやっぱりしがらみがあっ て、 いや絶対そうですよね、はい、ありますね。その人が町内会長とかだったら余計ですよね。そうですね、とかそういうのもありますよね、はい、なるほどね。あ、じゃあそこをあのどうしたらこう変えていくのことが可能なんですか。結構根は深そうですけど。そうですね、あの特に代理店販売の方はすごく問題が今申し上げた通りあるというふうに考えているんですけども、はい、あの分かりやすくて自分でやっても全然面倒ではないっていう方向にどんどんダイレクト損保が進んでいっているということを考えると、あの代理店チャンネルって面倒だからお任せしてるっていう人たちに支えてられているチャンネルだとすると、はい、やっぱりそこの差がどんどん広がっていくと代理店にとってはすごくまずい状況になっていくんではないかなというふうに考えています。うん、逆に言うとそのさっきおっしゃってた代理店というのは、まあ、その特に地方の場合どういう家族構成かもよく分かっているというところが強みだとすると、うん、そのダイレクトの場合リーチしにくいというところがありますよ ね、 すね、あなたこの保険必要でしょっていうのがあんまり分からないという問題ありますよね、はい、そうですね。なのでダイレクト損保のビジネスモデルはあのた
くさん CM を打って、うん、あの認知度を上げて、はい、であのリテラシーの高い人で保険料安くしたい人を自らつないでくるっていうことなんですけども、うん、代理店はもう紹介であのつながっていくっていうのは、うん、そんなビジネスモデルですね、はい、なのでデジタルとちょっと程遠い感じなんですけども、あのおそらく代理店さんがあの今後やっぱりそのデジタル化を使いながらその顧客に近いっていうところの強みをすごく生かすように変わっていかないと取り残されていくんではないかなというふうに考えています、うん、なるほど。つまり代理店側の方に立ってみてもデジタル化していかないと、はい、ビジネスモデルとして今後成り立っていかなくなっていくんではないかという危機があると。そうですね、はい、損害保険分野のデジタル側における課題2つ目は顧客管理方法、まあ、今の話につながると思うんですけど、これはどういう状況なんでしょうか。はいはい、あの顧客管理というとその名前とか生年月日とかっていうデータっていうのが思い浮かぶんですけども、はい、保険の契約をしたときに契約データですね、契約に必要なデータっていうのはちゃんとデジタルで管理されているんですね、はい、なんですがここでいう顧客管理というのはもうちょっとこうパーソナルな情報みたいなところですね、はい、あの過去の取引の履歴ですとかコンタクト履歴とか、はい、対面ではないチャンネルでの行動履歴とか、うん、そういったようなものを含めたようなパーソナルな情報とか、あのその人がどういうことに心地よく感じるのかといったようなちょっと感情的なものとか、うん、そういった情報を管理してないっていうのが、うん、あの、あります。なのでお客様にあのそれぞれに合ったサービスっていうのはできないんですね。なるほどね、まあ、人によりますもんね。そのお金が高くてもものすごくちゃんとしたあのフルパッケージのものが欲しいっていう人もいれば、はい、安くてもいいから最低限の人もいいっていう人もいれば、いざっていう時にちゃんと充実した対応してくれるような保険が欲しいとか、それ人によって違うから。そうですね、それ例えば検索履歴で対応よし対応度高い、はい、みたいなことをよく検索してる人だなとかみたいなことが管理できてくるとデータとして、はい、あのなんていうかマッチングしやすいと思います。そうですね、そうすると保険の売り方もだいぶ変わってくると思うんですけども、うん、今はそういう情報がないので、うん、あのこの商品売りたい売れそうな人誰だろうっていう、うん、もう本当にそんな発想になってしまっているっていうところがあると思います、はい。で今まではそれは例えばあの代理店とかの販売員さんがなんとなく理解してたわけですよね。そうですね、あの、はい、A さんのところは割とちゃんと保険は値段が高くてもいいと思っているとか、それをどうやって切り替えていくかってことですね、はい、どうなんでしょうか。あの頭の中にあるので大丈夫だっていうことを代理店さんおっしゃるんですけども、うんうん、あのやっぱり人間の限界ってあると思うので、うん、はい、そこをやっぱりデジタルでうまくサポートしてあげるっていう方向になっていくんではないかなと思います、うん、はい、そうするとその契約データだけではダメということになってくるんですか。そうですね、どういうものが必要になってくるんでしょう。代理店さんが実際にお客様と会ってあの得た情報というものをとにかく何でも残せるようなものっていうのが多分必要になってくるんじゃないかなと思います。あ、細かくこう記入していくってことですか。いや、記入だと多分誰もやらないと思うので、ええ、あの例えば会話している情報をそのままテキスト化して勝手に登録されているですとか、うん、過去のコンタクト履歴をワンタップでこう確認できるとか、うん、そんなあのシステム的なデジタル的なサポートっていうのも必要になってくるんではないかなと思います。それがないと結局人と話してる方が顧客側としても利便性が高いということになっちゃいますよね。そうですね、うん、自分の気に入ったプランに入れないっていうね、うん、では3つ目の課題ですけれども、組織文化というのは縦割りなんですか。はい、そうですね、代理店販売の保険会社というのはあの例えば個人マーケットと法人マーケットみたいな、はい、あのマーケット別であったりとか、ね、はい、あの自動車ディーラーと保険専門の代理店みたいな、うん、チャンネル別であったりとか、うん、あるいは火災保険自動車保険といった商品別みたいに、はい、全部こう縦割りの組織になっているところが多いんですね。あ、そうですか。でこれまでのビジネス形態だと、その、 あの縦割りの組織ってすごく効率的で、はい、機能的で、今まではもう最適だったと言えると思うんですけれども、まあ、だからこそこういうシステムになってるんですね、はいはい、なんですがやっぱりデジタル化であのお客様との関係をこう深くしていったりですとか、顧客の情報を収集して、長期間にわたってこう関係を構築していくことをやろうと思うと、うん、組織横断でマーケットとかチャンネルとか商品の垣根を超えたようなあの顧客体験といったものを提供することが求められてくると思うので、やっぱりその縦割りというのがすごくネックになってくる。例えば自動車保険に A 社で入ってて、そこの A 社の生命保険に入ろうと思ったら、ここってあんまりなんか連携取れてないんですか、会社の中で。そうですね、まずあの損害保険と生命保険は、はい、ほぼ連携取れてないですね。情報もですか。
はい、同じグループの中でも別会社なので、取れてないです。ただ A 社の損害保険と A 社のグループ会社の生命保険を両方扱っている代理店であれば、代理店さんは把握してるんです。まあそうですよ、同じ顧客だからね、はいはいはい、ただ代理店は把握してても保険会社は取れないんですね、その情報が。あ、そうなんですか。そういう構造もあるというところ、なので代理店販売だからこそのちょっとネックみたいなところもあるのかなと思います。だって普通に考えたら、この生命保険に入ってるこの年齢の人だったら車もそろそろ欲しいだろうからとかっていうことが通常あって、向こうからこっちに、はい、この保険はどうですかとか、地震保険どうですかとかって言ってきてもおかしくないはずですよね。そうですね。なので代理店さんはそれができるっていう強みがあると思うんですけども、うん、ただ代理店さんはこう自分のリーチできてるお客様の範囲でしかものが見れないので、はい、やっぱりもっと全国的にいろんなことが、データが溜まってくる保険会社がビッグデータを活用するようなことをできるようになれば、もっといろんなサービス、きめ細かい、うん、かゆいところに手が届くようなサービスっていうのが可能になると思うんですけども、なんでやってないんですか。なんでやってないんでしょう。本当に不思議ですね。なるほど、その辺の非常にこのデジタル化興味深いというか、まあ、重い腰を上げれば結構一気に動きそうだなというところも見えてきましたけれども、はい、まあ、先ほど話に出ました、その、いろんな分野の中で、この今までは自動車保険とかその損害の方を見ていきましたけれども、生命保険、こちらも、はい、まあ、生命保険単体で見てもデジタル化の現状、具体例、問題っていうのがありそうです。こちらは久保田さんに次回お話を伺いたいと思います。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 NRI Voice NRI Voice NRI Voice この番組はアップルや Google などのポッドキャストのほか、 NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI Voice で検索してチェックしてください。引き続き久保田陽子さんにお話を伺います。ナビゲーターはサシャでした。